さて、前回地下室の鍵を手に入れましたが、地下室はどこかという目星はすでについております。どうせここだろう。地下室の鍵を使った。で、階段を降りていって、黒い扉があるぞ。で、こっちにも行けるようだが、まずは黒い扉に入っていこうか。あ、1LDK で、タンスがあって光っているぞ。格子戸の鍵を手に入れた。格子戸の鍵を手に入れたぞ二度言いました。で、机の上にも何もなし。ということは、この部屋は格子戸の鍵が隠されていたというだけ。ということは、こちらが本命か。うん、真っ白で、右と下に行けるようだが、下に行ってみよう。ヒロシ、みんなよかった、みんな無事だったのね。安心してる場合じゃないよ。どうやってここを脱出するか考えないと。仲間と合流したたけしとミカはだいぶ平静を取り戻したようだった。なんかストーリー性があるんだけど。ヒロシ、お前もお化けを見たんだろ。ああ、何なんだあれは。お前なら知ってるはずだろ。お前は何でも知ってる脳みそ野郎じゃないか。口が悪い。あいにくだが、俺が読んだ本にはあんな生き物は載っていなかったな。ああいうものはリアルトにハロウィン恐怖特集、ん？ちょ、しっかり読んでいこう。ああいうものはリアルトにハロウィン恐怖映画特集を見に行った12歳の時以来目にしていない。なんだって？クソったれの当変僕が、なんだってんだ、口が悪い!4 人が集まったって、状況は何も良くなっちゃいないんだ。相変わらず俺たちは閉じ込められたままだし、お化けは俺たちのケツを狙ってやがる。たけし君、悪い方に考えちゃダメよ。私たちがいなくなったってことが分かれば、家族や学校の先生が探してくれる。きっと警察にも知らせて。俺たちはたまたま思い立ってここに来た。誰にも言わずに来た。だから俺たちがここにいることは誰も知らない。そういうこと言う。もう終わりだ。俺たちの、俺たちあのお化けに、一人ずつ殺されるんだ。俺がお化けならそうするよ。ミカ、きっとお前が一番初めに殺されるんだ。一番足が遅いし弱そうだからな。俺がお化けだったらそうするよ。やめないか、タケシ。パニックになるな。脱出する方法は必ずあるさ。ああ、うわあ、何よ。つまりこれきつくないか。まずこの拓郎さんが首をやられてよ。どうしよう。これをクリックしたら青鬼さんが襲ってくるんでしょ。で、その一瞬の判断でキーボードをカチカチって動かしてどこかに脱出しなければいけない。きつくない？ああ、はい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 、今回はあまりにちょっと理不尽なので、もう一回だけ、たった一回だけ禁忌を犯したいと思います。等倍速に戻しました。いつもの青鬼のスピードに戻したというわけです。この一回きりでもう逃げ切れないようだったら、もうこの青鬼やめるしかないでしょう。その覚悟で、はい。で、ここのね、この、扉の、このタンスの中だよ。早く入っても、行った。というわけで、まずは5倍速に戻していきます。さて、どうにか青には巻いたはいいものの、ここにいたメンバー、拓郎のソロパート、どうしよう。いや、この拓郎の中をまさぐっても何もないよな。何もないですよね。合唱。どうしよう。この奥には何がある。お、4人部屋か。これ、椅子を動かして、こうか。なるほど。で、こうすると、隠し扉、開かない。開きませんよね。この突き当たりの部屋には隠し扉があるというのは覚えておきましょう。で、拓郎のソロパート。ということは、こっち右に行くのか。右に行くと、あら？ここも、隠し扉か？あら？と、はっ。で、開く。よし。鍵を開けた。あら？ここに繋が、あ、そうか、格子戸の鍵を手に入れておりましたから、ここで使うんですね。格子戸の鍵を使った。で、一度セーブをしておきましょう。ふぅ。さてと、左右に分かれていますが、右を選んでみましょう。で、ここにはタンスが一つ。タンスの中には何もなし。で、棚を調べても何もないか。これ、椅子が動かすたりは？これ、タンスがあるだけですかね、この部屋には。はいはい。いざとなった時の避難所ということか。あ、たけしとミカか。あ、開いた！
待て、ここ閉めとかなきゃいけないんだろう。閉めとかなきゃいけないんでしょ、ここは。はい、ここにいれば安心なんだ。この檻の中にいれば、ここで助けを待つのよ。助けが来るかはわからないけど、ここで助けを待つの、それがベスト。それだけか。この部屋がもう絶対鍵を握ってると思うんだよ。このタンスの中から出られたりしないのか、外に。タンスから繋がってない。ああ、なんだよこれ。あ、外に出れる。いや、外に出れると決まったわけじゃない。あ、はしごがあるぜ。来た来た来た、ここから外へ出られそうだ。一人で脱出する、たけしとミカを連れてくる。いやー、これはさすがにこっちを選ばないと。人徳ですよ、人間性の問題。はい、たけし。ああ、本当かよヒロシ。で、え、あ、みんないない、みんないなくなって、で、さっき言った隠し扉のところに行かなければならないということ。あ、みんなステータスがあるぜ。よいしょ。さあ、ここでみんな集まってるんじゃない？ああ、もうやっぱりな。ああ、わあわあ、たけしー、どうしよう。もういつもの展開だったわこれ。わあわあってなって、これ押した瞬間にここだ。ああ、はい、そこそこそこ。ああ、もう無理か無理か、無理なのか。はいはいはい、ああ、出られないこの部屋から。一周ぐるっとすっか、ぐるっとすっか、付き合えよ。ああ、出れたんだけど。ああ、出れたけど。来た、ここまで来たらよ、もう逃げたいよな。あ、よしよしよし、はいはいはい、もうここで巻く。うあ、逃げれた逃げれた逃げれたよ。え、なになになに、よしよしよし、セーブした、セーブはしました。で、あとは、あ、なんか光ってんな。金属片を手に入れた。で、そっちのロープは断ち切られてる。もう絶対無理かと思った。一倍速に逃げようかと思った。でも、勝った俺は。よしよしよし、嬉しい嬉しい。さあ、この金属片をどうすんのか。どうしよう。金属片 B って何？ダンスで考えるか。やめよう。